こんにちは、ひかりさん。いただいたメールに気になる点がいくつかありますので、こちらの方から考え方をね、いわゆるマインドを変えるっていうことを、まあ、伝えていこうかと思います。まずですね、私が月々安定的にお支払いできるとしたら300円500円ぐらいということなんですけども、この300円から500円というのをですね、使ってこれをまず増やしてみたらどうかなと思いますね。私に払うよりも早くこの300円500円を仕入れ代金として使って、毎月支払える金額を300円500円から500円から700円ってことに変えることはできるんじゃないかなと思うんですよ。まあこれはビジネスをするってことになりますけども、その速稼塾に来るってことはビジネスをするってことなんで、ずっとこのできないを放置すると速稼塾入ったところでね、ただお金払うだけになっちゃいます。私からのメッセージも、あ、いい話だな、終わりになっちゃいますんで、これはね、自力でベクトルを変えていかないといけないところですね。これがだからマインドを変えるってことでございます。そしてですね、不甲斐なさのせいとありますんで、これも自覚されていることですよね、不甲斐なさと。じゃあ不甲斐ないところ、不甲斐あるようにしていきましょう。それ以外に突破する道はないんですよ、結局。お金の問題で困ってるわけですから、その困った問題をまず解決すること。そして自分のお金の問題が解決できたら、人のお金の問題も解決できるようになってくると思うんですよね。まあ、その中で具体的にどういうことをすればね、お金が稼いでいけるかってことなんですけども、ここに書いてますね。誰かに雇用していただくしか私は収入は発生しませんって書いてますけども、これはそんなことはないんですよ。例えば目の前の人にね、お金くださいっていうことは誰でもできますよね。もちろんくれないと思いますよ。でもどうやったら私に1000円くれますかって聞くと、答えてくれる人は何人かいます。その行動すらしてないんだったら、これはビジネスは最初から無理なんですよ。でそれこそね、誰かに言われた通りにやることによってお金をもらうしかなくなっちゃいます。そうではないんですよ。誰かに言われた通りにすることによってお金をもらうのは、まさに雇ってもらう立場の人ですよね。逆なんですよ、これは。逆、どうやったらお金をもらえるかってことをこちらから要求していくんですよ。じゃあですね、例えば私は速稼塾っていうのを運営していて、速稼塾に入るんだったら30万円くださいねって私は積極的に申し上げることができるんですよね。だからこれは雇用されてない立場だからなんですよ。これが3000円ですよとか、これが2万円ですよっていうふうに提案していくこと、持ちかけることがビジネスなんですよ。いわゆる目の前の人にお金をくださいっていうことです。これを私は責任としてやりますので、その私の責任と引き換えにお金をくださいませんかってことですよね。じゃあどんなことだったら人はお金を払いたくなるのかってことですけども、4つあると申し上げたと思います。1つ、人はですね、健康について悩んでますよね。肩が痛いんだけどなとかね、ちょっと頭を耳鳴りがするんだよみたいなね。じゃあそういった問題解決をしますんで、お金をくれませんかってことをするのがお医者さんであります。カウンセラーさんだったりとかね、最近はそれを個人でされてるかと思います。もしかしたらあなたの肩に霊魂がついてますから、お払いをしますねってことによって、お払いをすると霊魂が飛んで、あ、肩が軽くなりました、ありがとうございますみたいなことがあります。霊媒師ですよね。こういう方も随分昔から商売としてやってらっしゃいます。そしてね、食の健康のアドバイスっていうのもありますよね。どんな食べ物を食べたらいいのかとかね、コンビニ弁当は本当に悪いのか、そういうことですね。他にもまだまだ方法ありますね。で、健康について、それから恋愛についての相談事もあります。どういうふうにね、人との関係を保ったらいいのかとか、なんで私は離婚してしまったのかとかね、なんであの人はうまく結婚生活を送れてるのか、それを分析して情報としてお伝えすることによって、あなたの情報はためになるから、ぜひあなたのカウンセリングを受けさせてくださいっていうふうになるのが、じゃあカウンセリング受けるんだったら3万円くださいねっていうふうにビジネスが発生していきます。その他にもまだあります。仕事で悩んでる方いますよね。上司との関係、部下との関係、自分は新入社員で入ったんだけども何を覚えればいいのかわからない、どうやったらビジネスのマナーが得得できるのか、そういうことを教えてくださいって方もいらっしゃいます。お金の問題もありますね。お金がないんでどうしましょうか、お金がたくさんあるんでどうしましょうか。人はお金の問題でも悩んでます。お金の問題、仕事の問題、恋愛の問題、健康の問題、この4つにおいて人は情報を求めてるんですよ。どうやったら私の状態が良くなるのかっていうことを、ね、求めてるんですよ。どうやったらこの苦痛から逃れられるのか、そういうふうに情報の発信によって人の問題を解決することもできます。ここに書いてますけども、人に雇用していただくしか私は収入発生しませんと書いてますけども、本当にそうでしょうか、やってみたんでしょうか。ブログを書いたり SNS で情報発信してみたりとかして、そこに人が集まってくる、あなたの言うことはもっともだねと、あなたの言うことはこういうふうに解釈できるね、
人にいろんな気づきや発見を与えることによって、まず集客が成功するんですよ。集客が成功したところに自分の得意なものとか自分の商品を紹介することによって売り上げが発生します。さあこれやってみたんでしょうか。速稼塾に入ったところで今私がお話したことをやりましょうって言われるだけです。もう元々こういうことやりたくないんだったら速稼塾に入んない方がいいと思います。速稼塾に入ったからといって稼げるわけじゃないんですよ。今もうずっと私がこうやって動画でやってますけども、これね、速稼塾に入ったらずっと伝えていく内容なんですよ。これが延々続いていくだけですからね。デクさん、そもそも人にお金をくださいって言えないんだったらビジネスは無理なんですよ。で、そういう人を雇わなければならない雇い主の人も不幸なんですよ。なぜなら言われたことはやってくれるけど言わないことはやってくれない人、そんな従業員が求められるかってことなんですよ。従業員さんっていうのは仕事をするんですよね。仕事っていうのは上司や先輩が言われる前にいろんなことをやるから役に立てるんですよ。指示があるまでずっと突っ立ってる人いりますかね。いらなくなっちゃうんですよ。だから雇われることもできなくなっちゃうんです。でもビジネスセンスを身につけると人が困ったことに敏感になって、人に困ったことをすぐに解決してあげようという気持ちなんで、どっかの会社に入った時でもものすごく大事にされるんですよ。これは会社に入っていても入ってなくても同じです。普通に生きていても特に仕事をしてなくてもですね、あの人こういうことに困ってるんじゃないだろうかと言って先にその問題を解決してあげる人っていうのは多くの人から支持されると思うんですよね。私が速稼塾でマインド、心のことを教えるとしたらそれです。あなたは人の痛みに敏感ですか。自分の痛みにばっかり敏感になってるんじゃないですか。逆なんですよ。自分の痛みや弱さにはもっともっと鈍感にならないといけない。そうじゃないと目の前の人の苦しみに敏感になることによって人の弱さとか人の辛さとかに気づける。そこに手を差し伸べてあげるからビジネスが成功する。いや、ビジネスじゃなくても人間関係すら良くなるんですよ。だって自分の痛みをこらえてね、他の痛みに手を差し伸べる人って誰からも支持されると思いますよ。でも人の痛みには全く気づかずに、人のことなんて何も解決せずに、いや私は辛いんです、私はもう限界なんですっていう人、誰が近づいてくるんですかってことなんですよ。ここのマインドを変えていくのが私の速稼塾のもうね、中央貫くマインドセットってやつなんですよね。ということで今回も講義みたいな内容になってしまいましたけども、何かねお気づきになることがあれば幸いでございます。それでは失礼します。